Next chapter, hint of conspiracy. Conspiracy. If I sound like my nose is stuffed up, it's because I have sinus issues. Hatsuhime sama! あなたというお人は、まったくどうにもこうにも。Top knot! じい、あまりとなると血圧が上がるぞ。血圧など、とうに上がりきっておりまする。それはいかんぞ。よいか、高血圧とて恐ろしい病気なのだぞ。うん、いや。存じております。毎日、ミノモンタ殿の番組を見ておりますからな。Okay. 今日は何の日? I just think it's funny they keep making all these modern references. へって、姫、話をそらさんでくだされ。花輪殿、案外ノリノリでございましたぞ。黙らっしゃい。だいたいその方がついておりながら、なぜ止めぬ。What was he supposed to do? Tie her up? 申し訳ありません。ジャジャウマ姫の森役は、おなごでは務まらぬと思えばこそ、お主を推挙したというのに。止めるどころか、一緒に遊んで回るなどと。Yeah, they went out carousing, they went to all the bars and all the taverns and all the other places that she should not be going.まったく情けない体たらくじゃ。このままでは殿に面目が立ちません。かくなる上はこの腹かっさばいて。 Poor guy with his ulcer. 宗茂、昨日の連中は傑作だったな。 Yesterday. So the old guy's just finding out about this today? 聞きなされ。うるさいな。聞いておるぞ。じいはいつも大げさじゃん。それも姫を思えばこそにございまする。しかし姫はじいの話を右から左に受け流すばかり、ろくに返事もなさらぬ。この花は弥平、情けなくて情けなくて。Poor old man. あの者たちは強かったな。確か。ヨウちゃん、ジン、ボウ、モン。モンモン。ヒメ。だから聞いておるというのに。ジンの話はつまらんから、つい脱線したくなるのじゃ。つまらなくても仕方がありません。ようやく口に逃がしと申します。甘いばかりでは人は育ちませぬ。That is true. 育っておろ。わらわはもう大人じゃ。No, you're not. You're like a little kid. 大人ならば、もう少しご自分の立場をわきまえなされ。おなごの身で、あちらこちらと出歩き回り、お花やお茶にはとんと興味も示さぬ。そんなことでは、嫁のもらい手がつきませぬぞ。Who cares about tea and flowers? Somebody should teach her, like, how to, you know, use nunchucks or something. その時は宗茂がおる。宗茂は家臣にございまする。姫の夫となる器にはございません。姫様の夫となるからには、それ相応の相手でなければなりません。We know that's not gonna happen. しかし案ずるな。これを見よ。じゃじゃーん。おおって、それは。昨日祭りの夜店で買った南蛮トライのペンダントじゃ。持ち主に素晴らしい幸福をもたらすそうじゃぞ。ベガスで富くじに当たり、一晩で大富豪。さらには金のバスタブで金髪美女と合流。さらにさらに運命のあの人と。What? Hatsuhime? Hatsuhime? Are you Do you go both ways? I mean, do you... With... Do you like blonde bimbos? Cause you seem to like blonde bimbos. Oh, それは素晴らしい。ぜひ、ジーメも。なわけないでしょ。
信じる乙女は救われるのじゃ。ペンダントさん、私はあの人の元へ導いて。あ、青い光が。ラピュタの方角を示しておりまする。ラピュタに。OK。ジー。突っ込むタイミングを逸しました。しかしな、もともとハツの美貌は近隣諸国に知れ渡っておるし、加えてこのペンダント、鬼に金棒じゃ、案ずるな。何をおっしゃいますか。一国の姫ともあろう方が、そのような怪しげなペンダントの力にすがるとは。宗茂はネクタイピンを買ったぞ。宗茂面目ございません。So sorry for buying a necktie pin when I don't even have a necktie. お主は、とにかく殿が江戸表よりお戻りになるまでは、姫が望月藩の主であること決してお忘れなさいまするな。軽はずみな行動は慎みなされ。特にこのところ幼き松千代君を擁立せんとする輩の動きも活発になっておりますれば。 A sense of rebellion is brewing. また松千代の話か。聞き飽きたぞ。 I've heard this already, but you know, I'm just gonna ignore the whole fact that wars happen and, you know, people could take over and try to, you know, obliterate our entire family because that's the kind of times we live in and we don't live in the times that, you know, go watch ER and...Anyway. 飽きたとてじいは申します。姫に自覚していただくまでは。だいたいなんでハツがすんなり藩を告げぬのじゃ。女子のどこが悪い。これは古来より男子が老いを相続する決まりにございますれば。宗重、ハツは松千代よりも劣るのか。 No. 恐れながら決してそのようなことはありません。聞いたかじ。 Hear that? Let's change the whole society's view of things just because I want to succeed. Which would be good, actually. I wish that actually did happen a lot earlier in history than it did. 何をおっしゃれようと、無理なものは無理。諸藩におかしな動きがないか、幕府の目も光っております。そんな折、姫が家督を継ぐなどもってのほか、望月は外様にて幕府にお家取り潰しの口実を与えるだけにございます。ならばいっそ松千代が継げばよい。ハツは家督になど執着してはいないぞ。恐れながら松千代君は先代に嫁がれた高大院様の連れ子の流れにて由緒正しき望月藩の血を継がれてはおりません。 OK. Do we need to know this? 姫様、我ら家臣一同の望みは、初姫様が立派な婿殿をお迎えになられて、望月藩の継承者たる小野子を授かることにございまする。初は子を産むための道具ではない。You tell him, Hatsuhime. Dogu などとは思うとはおりません。 Yes, you do. 望月の姫として藩の行く末も考えてもらいたいのでございます。 Your eyebrows annoy me, old man. They're too fluffy. つまらんな。お忘れにございますか。姫様には以前より隣国の真由澄藩より若様を婿殿に迎えられたいというお話がございましょう。 I'm sorry, what? I kind of zoned out for a second. Have you forgotten there was a talk of you marrying the young lord of the neighboring Mayuzumi clan? Okay, got it. 絶対嫌じゃ。ハツは顔も知らぬ者と夫婦のちぎりを交わすのは嫌じゃと戦より申しておろ。 Then why don't you meet him and learn something about him? それに眉住の次男坊はまだ子供だと言うではないか。ハツは子守などしとうない。That is true. I'm with you there. That's no fun at all. 姫、考えてみよ、宗茂。ほ。Sounds so close to the ho.
Let me just stand here with my, like, shoulder brushing against your back. 例えばだ。どうにもならぬ娘をお前の嫁と押し付けられたらいかがする？それはさすがに遠慮いたします。See there? 見よ！宗重、姫様に言いくるめられてどうする？顔も名前も知らぬ相手と目音になるは武家の習いにございまするぞ。That's not a duty. That just ends up happening, or it did anyway. 現に殿が姫の母上様をめとられたのも数えで九つの折。Pedophile. その話も聞き飽きた。それに家臣一同望んでおると申したが、中には松千代世継ぎにと望む者もおるのであろう。それはまあ確かに。ならば家督は松千代でよいではないか。いいえ、であればこそ早々にご婚儀を執り行い、世継ぎの道がいずれにあるか示しておかねばならないのでございます。初は好いてもおらぬ者のもとへ嫁ぐのは絶対に嫌じゃ。しかし今のままでは殿にもしものことがあればお家騒動も起こりかねませんぞ。姫様、ご自覚くだされ。Very unstable times, then. 窮屈よな。初姫様。もうわかった。別に向こうを迎えるのが嫌だとは申さぬ。ただ。ただ。Oops. 相手は初が見つけるぞ。それでよかろう。ですから姫様、それでは。話はしまいじゃ。宗茂、馬を持て。お待ちくだされ。話はまだ終わっておりませぬ。姫、今しばらく花輪殿の話を。初は馬を持てと言ったのだぞ。宗茂が動かぬならば初が直々に馬屋に行く。お待ちくだされ姫様。初姫様、明日には真由澄家より使いも参られます。どうか見合いのご準備をお待ちくだされ。 Run, girl, run. Hasuhime rushed out of the room, away from Yahe, though he shouted after her. Wish I could clear my throat. She stamped noisily down the corridor towards the stables. 姫様、花輪殿はひたすらに姫の身を案じて申しておられるのですぞ。姫より藩、この望月藩を案じておるのじゃ。花輪殿のお立場なら当然のこと。姫様のことを考えていないとお思いか。分かっておる。ではもう少しお耳を傾けて差し上げてはいかがでしょうか。いやじゃ、それはそれ、これはこれじゃ。姫、もしやいずこかに思い人でも。Yes, it's mine, mine! そんなものおらぬわ。それに、良い相手に巡り合う機会がいつあった？お前たちが近づけてくれぬではないか。それはダウトですぞ。なんだと？その、姫様は、見目麗しきお方なれば。No, she belongs to Mon Mon.世辞を言おうとすると棒読みになるのは昔から変わらぬな。申し訳ありません。構わぬ、ろくに世辞も言えんのが宗茂のいいところだ。はあ、世の女子たちはみんな平気なのだろうか。顔も知らぬ、どんな相手なのかもわからぬ、そんな人を愛したりできるのだろうか。Sadly, a lot of them didn't have love in their marriage. At all. Now, Muneshige, Hatsu wa tondemo nai wagamama wo moushite oru no ka? Hime. Osore nagara, tashika ni hime no otachiba wo kangaereba, wagamama to saserareても shikata nai kamo shiremasen. Shikashi.一人の女子のお心としては納得できぬのも当然でありましょう。
そうか、宗茂はそう思うか。はっ。ではやはりハチは間違ってはおらんな。Yeah, you're perfectly right. はっ。それ見よ、だからハチは申しておるんじゃ。絶対に自分に嘘などつかぬぞ。あ、いや、姫様、その、ですから。いやー、すっきりした。良い気分じゃ。さあ、宗茂、馬を持て。馬を持て。姫様、やはり少々、いや、かなりわがままが過ぎると。姫様。さあ、散歩じゃ散歩じゃ。Why are you going to get horses if you're gonna go for a walk? Don't you mean a ride?初姫様。だだだ。クラップ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 。ああ、いい気分じゃ。姫、あまり飛ばされますの。大丈夫じゃん。キヨコマはすっかり初に慣れておるからな。どうだキヨコマ、気持ちいいだろう。ねえ。I want to learn how to ride a horse. それに、ハツの馬術の師匠は宗茂だからな。ハツが落ちたら宗茂のせいだぞ。She is so sly. ハツとて人の子。たまにはこうして外に出ないと息が詰まる。ツッコミ不可じゃ。何も申しておらぬではありませんか。何か言いたげな顔をしたぞ。元からにさような顔にございまする。It does seem to be like that a lot, you're right. だから嫁の来手がおらぬのじゃ。それは姫も同じでございましょう。You're brave, Munishiga. 何を言う。初は出会いさえあれば、とうに婿をもらっておる。それは宗茂とて同じ。姫のそばにお仕えして早10年。すっかり出会いのチャンスを逸してございます。Are you trying to hint that you want to get together with her or something? Because she belongs to Mon Mon? では、いつかハツが婿を取ったらお役ごめんじゃ。宗茂も安心して嫁をもらえ。できれば、宗茂が白髪のじい様になる前に願いたいものですな。そうだな。考えておこう。もし共に相手が見つからなければ、その時はハツが嫁になってやろう。 Nope, you're gonna marry Mon Mon. いや、姫様、冗談が過ぎまするぞ。本気じゃ。なんじゃ、宗茂はハツでは不服か。いや、めっそうもない。いや、その嫌とかそういう問題ではなく。分かっておる。そう困った顔をするな、宗茂。ただの冗談じゃ。まったく、大人をからかわないでくだされ。それ、顔が赤くなっておるぞ。姫。宗茂が赤とんぼのようじゃ。剣の達人も色恋には。Ladybugs are rather red. You're very red, 宗茂。いかがした？いきなり怖い顔をして気に触ったか？馬をお止めくださる。先に誰かおります。 Serious time。 誰じゃ？そこの者、姿を現せ。さもなくば引きずり出すぞ。物騒な物言いをなさる。あなた様は。申し訳ありません。ご無礼をいたしました。This guy is in like the opening and he looks freaking creepy. よいよい。護衛はそれぐらいでなければ務まらぬ。こちらこそ失礼した。You still look creepy. Look at this. Look at this. He looks shady as fudge. 王の春元か。大目付がかような場所で何をしておる。これは初姫様。領内に不心得者がおらぬか見回りをしておりました。友もあちらに控えております。Do
You hear this music? You're obviously the suspicious person here. 大目付、大野晴元殿、自ら見回りにございますか。殿が参勤で不在なれば、この程度のことは至極当然。役目、大義じゃ。初姫様はいずれかにお出かけでございますか。うん、気ままに馬を走らせておった。気ままにしては随分城より走られましたな。いろいろとあっての気晴らしじゃ。悪いか、晴元。 Why do you care? Leave us alone, our little ride. いいえ、さようなことは。少々拝見いたしましたが、実に見事な手綱さばき。さすが武家の姫君と感服した次第にございます。 And she could kick your ass too, now go away. 宗重直伝の馬術じゃ。ほう、恐れ入ります。ところでお疲れではございませぬか。それ、その先に拙者が城代を務める北浜城がございます。That music changed very suddenly. What's going on here? 少々お休みになられてはいかがか。姫が来られるとなれば、家臣一同大いに喜びますれば。Now, don't go. おお、北浜城といえば、領内で最も美しいと言われる湖畔の城ではないか。Now. シーズンともなれば、若いカップルたちが退去して押し寄せてまいります。No. I keep saying no. It's freaking. 旅籠は1年前から予約がびっしり埋まっていると聞くぞ。おかげさまで。しかし、いずれの旅籠も茶屋も、城からの湖畔の眺めに比べれば、月とすっぽん。Do you both not see his shady freaking face? Go away, no!ゴキブリとヘラクレスオオカブトムシほども違いまするぞ。うん、虫キングへの道は遠いと。メモメモ。 What? 虫キング？不思議バナとミュウツーくらいは違うと思われます。What's wrong with Venusaur? What are you doing? There's nothing wrong with Venusaur. ポケモンマスターの道もまた遠いと。メモメモ。マスターになれたら終わりだもんね。姫、コンボとロトの剣ほど違うかと。I don't get that reference. TIE Fighter and the Death Star? I mean, I know the Death Star was TIE Fighter. ああよ、死んでしまうとは何事だ。姫、名前は打ち込んだ方がよろしいかと。お越しいただければ、東条自慢のシェフによる三つ星料理をご用意いたします。また乙女垂涎のスイートも各種取り揃えさせますぞ。 He's giving me freaking chills. Ugh. Just no. スイーツも？ No, Hatsuhime, no. You are... Oh my god, his face! You are guest!給仕もできないウェイターなんて。 Oh my god, no. It's so horrible. Literally, I have freaking goosebumps. That's ugh. 行こう、今すぐ行こう、宗重。しかし、姫様。感ずるな。スイーツを馳走する者に悪い者はいない。Did your parents never teach you anything as a child?その宗教はいつお入りになられた。 Yeah, that's wrong. 宗重殿もたまには温泉で骨休みなど。北浜は温泉が出るようになったでござるか。うん、最近は源泉かけ流しでありますぞ。おお、それはワンダホー。 Yeah, he's definitely an old man getting lured by hot springs. どうぞ北浜城にお越しの際は三国一の絶景と天下一の名物料理に舌包みを打たれては。旅行けば北浜。Quit it! Ugh. ホテル北浜。Okay. よし、世話になるぞ。はい。
お二人様、喜んで。Just look at his face here. It's just, what is he doing? You can tell he's freaking insane just from that. And he's like clutching his hair for some odd reason as he laughs hysterically. Hime, よろしいのですか? I know it's not.何がじゃん。さっきまで一緒に乗っていたくせに難しい顔をして。なぜか胸騒ぎがいたします。You too? Why didn't you have that earlier? それが恋の始まりじゃ。He's falling in love with a purple-haired guy. I can ship it. 姫。冗談じゃ。落ち着け。王の春元はファッションセンスはないが、いい人みたいではないか。No, he doesn't. そうでしょうか。Definitely not. それに、もし万一のことがあったとしても、胸しげがついておる。無論。しかし、君子危ぶきに近寄らずとも申します。見よ、嬉しそうな春元の顔を。今更なしとは言いづらい。He keeps doing the freaking evil laugh, and you're just sitting there and like, oh, should we go? Should we not go? What should we do? I don't know. And he's going, mwah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 a. 嬉しそうな顔でしょうか? Exactly. 心配性じゃの。近頃 G に似てきたぞ。何を言われる? 胸しげを G 様扱いなされるか? 望月藩のイケメン3と言われたに。ああ、栄枯盛衰、ああ、無情、レ・ミゼラブル。朝が来れば、いいことあるさ。That's not Les Mis, is it? That's like Annie. そっち、アニーね。Yeah, see, she knows. 面目ない。どうなされました?歌合戦ならば、この春元にも腕に覚えが。No, you make me freaking have goosebumps every time you sing. それはもう良い。なあ、春元、マンゴープリンはあるか?以前に一度食したことがあるが、あれは非常に美味だな。さすが流行に敏感ですな。ご安心を。一品ご用意させましょう。He has the low creepy voice. Why are you two still going with him? よしよし。さあ、胸しげ、参ろ。なんじゃん、まだ気に病んでおるのか。 I'm still worried. 胸しげは我が藩随一の剣の使い手じゃ。胸しげがおれば初は何にも怖くないぞ。姫様、せめてマンゴープリンを食べなくては。結局食い意地ですか。ちょっと太ると、あの時なぜ胸しげは止めんと逆ギレなさるくせに。 Now that's just cruel.I mean, if you're gonna eat a lot, you should take responsibility for what you eat and not just blame her. You gave this to me! You brought this to me! What am I supposed to do now? Take responsibility. You ate it, you put it in your mouth, just deal with it. 共分のカロリーはすでに乗馬で消費した。多少太った方が肝心な場所に肉がついて良いかもしれぬ。むしろバチコーじゃ。End of conspiracy to be continued.